ビリー・ウェストはアメリカ合衆国の男性声優。代表作はレント、スティンピー、フューチュラマ、ラグなど。ミシガン州デトロイト出身。多くのルーニー・トゥーンズ関連ゲーム及び映画スペース・ジャムではバックス・バニーとエルマー・ファットの声を当てている。2006年10月4日に放送されたザーダン・カーラ・ショーで前立腺がんを患い適切手術を受けたことを告白した。 彼は自分自身が健康な人物であると思っていたために怖い思いをした。番組スタッフは手術が予定よりも2週間早く終わったことを聞いて彼がいかに健康であるかをコメントした。ウェストは安易に映画俳優を声優として起用する。対策アニメのキャスティングにはハリウッドシステムの過剰な深格化,化として苦言を示している。スペースジャムの 初演日にチャイニーズシアターで行われたパーティーに、同作に出演した声優が、俳優ではないとの理由から招待されなかったことを挙げ、大手の会社は自分たちを俳優として扱っていない、とも述べている。純粋食主義者。子供の頃に、アルコール依存症の父親虐待を受けたため、セロと認知が低く、うつ病の遺伝子を持っていることを診断された。また、 長期管理薬物及びアルコールを乱用していたことがあり、自身のスティール・イン・ザ・ワークス番組である。ビリー・バスタードはそれをネタにした回もある。ありがとうございます。